今共に賛美いたしました賛美歌21の、196番主のうちにこそという賛美歌をとてもあの皆さんと一緒に歌いました。これは上にですね作詞家と作曲家が、書いてまして、でハングルで書かれてますから韓国人、当時は朝鮮ですね、詩はですね主はね、キップン、因縁、まさに主のうちにこそ喜びがあるねっていう感じですかね、直訳です。でこの曲、歌詞が書かれたのが1929年、そして曲が書かれたのが1931年というふうに書かれています。ということは、この曲が書かれたときにすでに日本による、植民地支配ですね、で韓国の併合が行われている中で、このクリスチャンは、この曲を作った作詞と同時代ですね、同時代の作詞家と作曲家がこれを作った、そしてこの曲がおそらく教会の中で歌われていた曲だと思うのであります。でここにもちろんですね暗い影、戦争へと突入する、ちょっと30年代かどうかは分からないですけども、だんだんとですねやはりこの自分の民族がどこに行くのだろうかという思いを韓国の方もしくは朝鮮の方が思っていたというのは、私たちも想像ができるのではないでしょうか。しかしこの中で大事なのは、当然、支配しているのは日本でありますが、そのことをですね直接的に批判している曲ではないですよね。という曲はそうではなくて、そのような不安の中でも私たちの解決は主にあるんだという信仰の歌ですね。ある意味ではそれは後のアメリカのですね、黒人解放運動、民権運動のですね、プロテストソングにもつながる精神かもしれませんけども、ここに作曲のですね、1931年の上に1年の上にビブリカルソングっていうふうに書いてるっていうのも、聖書的な歌っていう英語のタイトルがついてるっていうのも、ちょっと不思議かなと思います。暗闇の中でやはり誰を見ているのか、それが私たちに今2024年も大変に暗いオープニングからスタートしたわけでございます。1月1日、1月2日思い出せば、私たちがこの、天災、そして加えて、飛行機の場合はですね、ヒューマンエラーでありましょうが、しかしこの日本、そして世界では戦いが起きつつある、起きている現実、2024年は一体どのようになってしまうのかということを、私たちもさすがにね、お正月ってやつですから、皆さんもどんと重たい気持ちになったのではないかなと思うのであります。で正直言いますと、私1月1日はですね沖縄におりました。沖縄の那覇市におりました。12月31日を、12月31日の昼の礼拝を終えて、で夜はですね、夜じゃないですね、夕方横浜に参りまして、横浜の中華街になります横浜華僑教会ですね、華僑の人の教会の日本語礼拝で説教いたしまして、礼拝が終わると2階の食堂にちょっと行かないかと言われてですね、教会の2階の食堂、そこでですね信徒の方たちがお手製の餃子を作ってるんですけど、これがもうすごい強烈な匂い、本物の人たちがふわーっと40人ぐらいでふわーってやってるのを見てですね、食べたいなと思ったんですけど、ちょっと時間切れてですね失礼いたしまして、で私は夜の街六本木で久しぶりのカウントダウンのコンサートライブをしました。で夜10時過ぎぐらいから演奏を始めて、2時ぐらいまでですかね、休んだりしながらいろいろやって、で朝始発で羽田空港に向かって那覇に行ったんですね。もう20年ぶりぐらいの沖縄でしたけども、ちょうどその不幸な火事で燃えてしまったいわゆる首里城のところを歩いている時に緊急地震の速報が鳴りまして、沖縄で地震ってのはあんま聞いたことないなとか思いながらもですね、
量がもう止まらないぐらいで、で実を言いますと私は例年は、まあ、大晦日にお休みをもらえる場合は大晦日から、そうでない場合は1月1日から能登 の七尾市にあります友人のお宅でですね、まあ、大体3泊ぐらい投入して、あの人んちのおせちをいただいて、まあ、元旦礼拝は教団の七尾教会に出席するというのを、まあ、割と十何年過ごしてきたんですね。そのように今年はうちの妻がですね、あの暖かいところがいいというのでまあちょっと悪いけど、まあ、じゃあちょっと南の方に行こうかなと思って行ったんであります。そしたらこうですね、でその教会の幼稚園は避難された方のための避難所となりました。一番奥の輪島教会、あの輪島の朝市が、ね、全部燃えてしまいました。あのちょっと横にあります教団の輪島教会の牧師は私の進学校の同期であります。一体教会堂がもう全壊にほぼ近いんですね。建物を直すことができるのか、またそして信徒の方が10名いらっしゃるかぐらいですから、そこで新しい建物だけできたとしても、その教会は本当に教会としてこれから歩んでいけるのか、お金だけあってもダメなんですね。本当にその中で今もうおそらく礼拝は捧げられている、これがまあ現実です。そして私たちの今日のゆかりの教会もそうなります。千川教会も千葉本庄教会も一つのイエス・キリストの体としての礼拝が捧げられている。まあ、このこと以上に私たちの迷いをどこかへと導く手段はないのではないかと、まあ、そのようなことを思わされています。で先ほどの賛美歌とは打って変わって、ある一曲の歌をですねまたご紹介したいと思うんですね。で今日の説教は、まあ、とても即興的な説教に、おそらくなると思いますので、自分でもどこに到達するのかというのはあまり見えておりません。それはなぜならば、このヨハネの福音書の第21章というのは非常に印象的であります。今日の物語というのは、まあ、ガリラヤ湖ですね、いわゆるガリラヤ湖で弟子たちが、まあ、釣りというか漁をして、そしてその後はですね、有名なシモンペテロ、私のことを愛するか3回問われるという、この印象的な2つの物語がありますが、おそらく今2000年この聖書を研究している者たちの間で確定的なのは、1章から20章までの、まあ、著者といいますかまとめたものと、この21章が独立しているということですね。独立しているのではあるが、不可解なことがまた謎が多く含まれている箇所であります。私も今日の説教のために、まあ普段はあんまり説教のためにそこの牧師室に入りますと、聖書の仲介書というか、まあ、ものすごい細かい解説書というのがあるんですね。学術的なことを主に、整理してあるものです。それは読まないようにしています。できるだけどうしてもその年代でありますとか、まあ、そういうことにたどるべき必要がある時だけ読むようにしています。そうではなくて、日本語の聖書をまず読み込む、そしてプラス余裕がある時には、まあ、ギリシャ語なりヘブライ語の原点というのを、まあ、勉強するわけですけれども、今日も日本語で読んでて、まあこういう話なんだなとお読みになってお分かりになる方が多分大部分だとは思いながらも、その中にはとても大きな謎が含まれて、まあ、それを今日どこまで皆様と一緒に解き明かしていけるかというのが、まあ、今日の到達目標になるのではないかなと思います。でもう一度戻りますが、今から一曲のですね、歌詞というか歌を紹介したいと思うんですね。聞いたことあるんじゃないかなと思います。読んでいる胸のどこか奥で、いつも心躍る夢を見たいって、まず千と千尋のね、まだ あんまりメロディー正確に覚えてませんけどね。で、悲しみは数えきれないけど、その向こうできっとあなたに会えると、まあ僕らですね。でこの曲なかなかね、やはり千と千尋の神隠しで、さっきCS の時に先生が説教メッセージで言われたんですけど、まあ日本のこのアニミズムといいますか、多神教といいますか、八百万の神というのをバッチリ反映はしているのですけども、この歌詞に
ってみる、この箇所をよく読んでみると、その死に生きるとはどういうことか、死ぬとはどういうことかとか、その先に何があるのかとか、そういうことをですね、非常に宗教的な概念を扱っているのではないかなと思いますね。2番はこう言うんですね。繰り返す過ちのその度、人はただ青い空の青さを知る。果てしなく道は続いて見えるけど、この両手は光を抱ける。繰り返す過ち、それはまあ本当に人の業と言ってもいいようなものだと思います。仏教で言うならば業というふうに言うことができるかもしれません。で、だんだんここから死生観についてですね、この詩が進んでいくんです。さよならのと、さよならの時の静かな胸、ゼロになる体が耳を澄ませる。すごいですね。ゼロになる体が耳を澄ませる。生きている不思議、死んでいく不思議、花も風も街もみんな同じ。まあこれはよく言われる、その多神教的な、すべてが神であり、すべてが私でありという、まあ、そのような宇宙観、そこに基づく生と死の捉え方であると思うんですね。で、最後はですね、ちょっと目視力ですね、ヨハネによる目視力、先のことに幻を見る、そのようなのが最後の方に書かれています。閉じていく思い出のその中に、いつも忘れたくないささやきを聞く。粉々に砕かれた鏡の上にも新しい景色が映される。粉々になるんですね。でもその先の景色というのも、まあ、彼女を見ている、この作詞を見ている。始まりの朝の静かな窓、ゼロになる体が満たされている。ゼロになるんだけど満たされているんですよ。とても不思議な概念だと思いますよ。一番最後、海の彼方にはもう探さない、輝くものはいつもここに、私の中に見つけられたからと締めるわけですね。ああ、この一行が残念だと私は一応牧師だから思うんですよ。海の彼方にはもう探さない、輝くものはいつもここに、私じゃなくてあなたでしょう、主でしょう、私たちが従うべきお方の中に見つけると、先ほどの賛美歌21を歌ってるんですよ。でも残念ながら、こんなにいい曲で、こんなに宇宙のさまざまなことを考えに巡らした芸術的な曲なのに、最後私かよ、私かよ、私はそんなに偉いですか、私はそんなに才能がありますか、私はそんなにこの世の全ての万物のことを分かりますか、私はこの地球を想像できるでしょうか、私一人で子供を産むことができるでしょうか、私の命は私が伝えることができるでしょうか。できません。簡単なことです。できません。そんなことは皆さん、おそらく人間であるという方だな、全員知っている。なのに私、ここに私は近代以降の歪みがあると思うんですね。残念ながらキリスト教の教会もそうでした。近代になって私というものが発見されていくんです。考える私、考えるということは私から考えることができる、まあ、そう言ってしまえばそうなんです。だから聖書の中には明かしされている神様、主とか、そのようなものは、私がああそうなんだと思うからある主である、私がアーメンって思う私がいるから、ここに主がいるという順番が逆になっちゃったんですね。残念ながら、この考えは第一次世界大戦まで続きました。私が全てのことを司れる中心、私が、つまり、まあ、当時もですね、使徒信条なり主の祈りってあるわけですよ、1800年代から当然ありますけども、そうして信仰を告白していても、その出発点は全部私だった。そうやって人間万能主義はだん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 広がっていきました。そして第一次世界大戦、その思いは全て打ち砕かれました。人間のヒューマニズムも全て打ち砕かれました。一番打ち砕かれた国家、それはまあ今のドイツと、まあその周りの諸国だと思います。そこに登場したのは何でしょうか。ナチスです。その穴を埋めるように、私ではない、
それが崩れた後に、そうではない、より強い民族、より優秀な民族がという違う種族、ずっと入ってくる。そのことによって、1945年まで世界は大変なことになりました。もちろんナチスドイツだけが悪いのではなくて、それを同調する私たちの罪があるわけですが、私が出発点になるときにそこに解決があるのだろうか。今日のこの寮の物語はそこを私は扱っているのではないかなと思っています。不思議なお話です。で、先ほども言いましたけれども、その学問的な問題があるとも申しましたが、今日はこのようにも読んでみましょう。21章1節とその次ですね、続けて14節を続けて読んでみます。いきますよ。その後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。14節。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう3度目である。つまりですね、この1節と14節、ここだけあればこの出来事というのは言うというか説明することができるのであります。イエス様は弟子たちにご自分を表された。それは死者の中から復活した後、それで3回目だということが含まれている。その真ん中に寮の話がある。さらに結論から言ってしまいますと、ここにはですね、9節読んでみましょうか。さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてありパンもあった。次12節から13節。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。13節。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。これ何のことでしょうか。これは簡単です。生産式ですね。私たちの2000年間これを受け継いでいる。逆に言うとこれがない教会は教会ではありません。もちろんですね、プロテスタントのごく稀な、例えば救世軍とかは生産式ないんですね。まあ、それは教派の伝統なので、教会じゃないって言っちゃうとまああれなんですね。でも救世軍の方々はそもそも教会と名乗っていないですね。なんとか招待っていう、その本当にその教会ではなく、その、まあ、こういう集会所のことを招待、まあ、組織のことを言っていますので、まあ、そこからして少し違うかなと思います。まあ、アメリカのある種のそういう教会の中にも、まあ、例えばそういう洗礼式がないとか、まあ、生産式がない。日本ではかの有名な内村鑑三の無教会主義では洗礼式もなければ生産もないですね。ですから、まあ、一概にとは言えないんですけど、基本教会というのは私たちが日本キリスト教団信仰告白で言います、告白してますように、聖霊殿があるところが教会です。残念な話ですけども、伝道熱心な私の友人がいるんです、まあ、先輩が。で、仕事もだいぶそうですね、落ち着いて70が近くなってきたので、自宅で家庭集会を始めました。でもしかしですね、自分のことをしもべ、僕ですね、僕と私のしもべに使えるで牧師と名乗り始めて、そしてそこで洗礼を授け生産をやっています。この教会は本当の教会でしょうか。もちろん聖書の中に私の名前によって2人3人集まるところ、まあ、それが教会だということも言えますが、その食事は、聖なる食事は何の権限によって行われているのかということも同時には本当は問われなくてはなりません。私は伝道熱心な方がそうやってですね、一生懸命伝道することを否定はいたしません。素晴らしいと思います。でも牧師になりたい病っていうのもあるんですね、どこかで。それは私は正直言うとご遠慮いただきたいと思っております。教会が牧師を立てるんです。牧師が教会を立てるんじゃないんです。この教会があるから牧師が建てられる、牧師が建てられようとしているんです。これが出発点なので、私から始まる。クリスチャンでも私から始まる。
これが大問題だというふうに私は考えております。今日の問題点がいくつかあると思いますので、簡潔にちょっとお示ししたいなと思うんです。それはまず弟子たちの名前が書いているということです。2節で、まあこういうふうに書いているので、3節、シモン・ペテロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。最初に言い出すのはシモン・ペテロです。シモン・ペテロがこの話をリードしているようにどうもこの時点では見えます。で、まあ他の弟子たちはすぐに追従したということです。船に乗りました。夜でした。でも夜には何も取れなかった。4節で、すでに夜が明けた頃、まあここは早朝という方がいいのかなというふうに私は思いますが、イエスが岸に立っておられた、立っておられたという、これ新教の訳は敬語になってますけども、何でしょうかね、立ち続けていたっていう方がいいのかなと思います。立ち続けていた岸、しかし弟子たちはそれが分からなかったんですね。なぜ分からなかったんでしょうか。これが一つの問いです。それは遠くだったらよく見えなかった、視力が悪くて、そうではないということが後に明らかにされます。5節でイエス様が突然こう言われます。子たちよ、何か食べるものがあるかと思うんですね。でこの子たちよという言い方も新約聖書の中では3回しか使われない特殊な子供なんですね。なんていうか特殊な子供の単語を使って、でこの食べ物、これ魚なんですけども、食べるための魚はあるかと言ったんですね。要するに食料としての魚。しかしそのことを逆に言うならば、これから魚がいっぱい取れる話じゃないですか。